本堂平面図仙台地蔵庭園混合林寺は、滋賀県は愛知郡愛称町松尾寺にある天台宗の寺院。三号は松峰山。地名から松尾寺とも言う。本尊は聖観音菩薩、創立者は行基とされる。西、明寺、くだら寺と共に古道三山の一つに数えられる。現在は千染めの紅葉と呼ばれる有名な紅葉の名所となっている。 琵琶湖の東、鈴鹿山脈の西山腹に位置する金剛林寺は、自伝によれば、聖武天皇の直眼で、奈良時代の僧、行基の階層とされ、創建は天平九年、または天平十三年と伝える。金剛林寺の所在地は、昭和の市町村合併以前は、畑川村といったことから、都来系氏族の旗氏とも何らかの関係があったとする見方もある。その後、 平安時代前期の過剰年間には、天台宗の僧、縁人によって再興されたと伝え、寺では縁人を中高の祖としている。以上の創建伝承を裏付ける確かな資料はないが、伝来する仏像の制作年代などから、平安時代後期には、寺が存在したと見られる。平安時代から中世にかけての金剛臨時の歴史は、必ずしも明らかでないが、寺内には、 平安時代後期から鎌倉時代の仏像が多く残る。また、石垣で作られた多くの僧帽の跡も残っている。本堂は、現行の戦勝記念として、大御守護、佐々木頼綱によって建立されたとされる。本堂の趣味段金具には、公安十一年の名が残っている。しかし、現存する本堂は、南北朝時代に再興されたものとみられる。鎌倉時代末期には、 現代密教の一流派である西山流の本拠地となっている。天正元年、織田信長の陛下で、古道三山の一つであるくだ寺は全焼し、今後臨時も被害を受けるが、謙遜の本堂、三重塔は、自創の尽力で消失を免れたという。当時の本堂をはじめとする、中心道具は、荘門や本堂のある地点から数百メートルの石段を、登ったはるか奥にあるため、 見落とされ、焼き打ちを免れたのではないかという説もある。江戸時代以降は、次第に推備し、老門の2階部分が崩壊したり、三重塔の30目部分が倒壊したりしている。慶応4年に1月8日、薩摩藩の西郷隆盛や、久家の岩倉ともみの支援を得て、当時で赤宝隊が結成された。西面する草門を入ると左に、愛称調律歴史文化博物館があり、 その奥に、達中の上昇案がある。宗門から参道を進むと左に、本坊の名久シーンがあり、そこから両側に千体地蔵の並ぶ参道を、数百メートル進んだ地点に二天門、その先に、本堂、本堂左手の高所に、三重塔がある。かつてはこの参道に沿って、多くの僧坊が立ち並んでいた。木造寺系大師座像公安九年作手が県。 愛知軍愛称町松尾寺874番地、ありがとうございます。